じゃあ誰なの？私だよね。暴発した愛は花子を屋上から突き落としてしまったのだ。神様は花子の命を助けた。だが私ね、この先もう足が動かないんだって。なんだって？サンタを助けた代わりに自分の足が動かなくなった花子。ごめん、ごめんなさい。でもサンタさんが無事でよかったよ。貴様は悪魔だ。すいませんでした。お前の土下座なんか一円にもならねえんだよ。消えろ、この世界から消えてしまえ。たけしはサンタと花子が別れることを望んだが、花子は、お父様、私はサンタさんを愛しているの。何なんだよ愛って、何なんだよ。僕が一生花子さんの足になります。サンタは花子の足になることを誓い、サンタは花子と結婚した。そしてつゆことあかりは、あなたと私が幸せになれるようにあなたの人生をプロデュースするから。あかりの人生から自由は奪われた。今日からこのスマホを使って、明かりができることは夜空に浮かぶ月にサンタの顔を思い浮かべ、エアフルートでサンタと一緒に演奏する姿を想像することだった。そこもっとさすってください。サンタは自分の人生をもっと花子に捧げていた。愛を破られた者、愛を奪われた者、愛を続ける者、愛を取り上げられた者、奪い奪われ、奪い合い、四つのねじれた愛が絡み合い惹かれ合う。そして三年の月日が流れ、あかりは大学生になっていた。ただいま。遅いわよ、何してたの？今日わからなかったこと聞いてて。何の授業？何を聞いてたの？そこまで言わなきゃダメかな。ダメ！あなたの人生は私の一部なの！わかりました。あかりは思った。もうこれ以上自分がこの世に生きている理由なんてない。だから消えてしまおう。でもどうせいなくなるなら思い出の場所でいなくなりたい、そう強く思った。
大丈夫ですか？さよなら、私。夢じゃないんだ、サンタ先生。あかりさん。サンタ先生。3年ぶりに抱き合ったサンタとあかり。夢じゃないんだよな、リアルなんだよな。リアルだよ。どうして先生ここに？今日はあかりさんの誕生日だから。だから君との思い出のこの場所でフルートを吹きたくなったんだ。この音が届くことを願って。あかりさんはどうしてここに？私はママに管理されて生きてて、自由もなくて、もう生きてる意味がないって。なんだって？だから思い出の場所でいなくなろうってここに来たんだ。そしたらサンタ先生がいた。そこまで追い込まれていたんだな。ごめんな。先生のせいじゃない。会いたかった。俺も会いたかった。そして会えた。神様っているんだね。ああ、いるさ、いるんだ。もう神様に嘘はつけない。神様、俺はあかりさんが好きなんだ。私もずっと好きでした。あかりさん、俺と行こう。花子さん、僕はもう嘘をついて生きていくことはできない。ごめん。泥棒さんに盗まれちゃった。宝物。あなた、これ渡してって。ママごめん、自分の人生を生きます。背の抜け駆けはダメよ。お父様、サンタさんを探し出してください。探偵を何十人何百人雇ってでも絶対に探し出してやる。私もどうしたらいいか。花子、ファイト。出てこい、出てこい。どんな願をかけておるのじゃ。私は探しているのです。私を裏切った娘と男を。やめた方がよい。
探すではない、不幸になる。自分の人生を生きなさい。知った口を聞くな。サンタとアカリは田舎町の山奥でひっそりと小さな幸せを築いていた。こんなにワクワクするクリスマスは初めてだな。世界で一つだけの一番輝くツリーを作ろうね。うん。カラスの鳴き声、怖いな。大丈夫だよ。おいカラス、俺たちの幸せが羨ましいのか？邪魔するなー。